李官賞は、新朝の官僚。字は、造船。安記書合皮出身で、李文安の長男、李公賞、李鶴賞、李治無賞、理大鳥明、理昭喜びの2位。三木政の時に知見に抜擢され、祖国藩が将軍を組織すると、領職の輸送を担当し、高世吉南、安道、関東正領道、関東安ぜち、 関東不正史を歴任した。同治4年、湖南巡部に任命された。当時、太平天国の李与県が、福建省を経て、厚生省に侵入し、湖南省を伺っており、貴州省の宮尾族法規軍も湖南省への侵入を、繰り返していた。李官省は前、チャンスはゼチチンサルを、州に派遣して、太平天国軍の侵入を防ぎ、 全雲南アゼチ、長官貫を竹州に派遣して、兵士の反乱を防いだ。一方、紀州省との省境には、総兵、周広市員を派遣した。周広市員は、紀州不正市長と協力し、苗族軍を打ち破った。同治6年に、国王総督代理となり、同治9年には、国王総督となった。李官省は、 穏やかな性格で、民情もよく熟知しており、民力給与に努めた。高所八年、母の死で故郷に帰り、高所十四年に総運総督として再起用されたが、しばらくして、良好総督に異動となり、解剖論を唱えた。死後、つとむつとむの死後を送られた。ありがとうございます。